原慶太郎は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍中将。1885年10月、高知城下本町に生まれた。高知県人城中学校を経て、1905年11月、海軍兵学校を卒業。翌年12月、海軍少尉任官。海軍法術学校高等科で学び、優等で卒業。ついで1920年11月。 海軍大学校を卒業。1920年12月、不走法術長となり、海軍教育本部員に移動し、1921年12月、海軍中佐に進級。1923年4月、組織改正により、海軍省教育局員となり、第一艦隊参謀県連合艦隊参謀、横須賀陳述付を経て、1925年12月、 海軍大佐に昇進。その後、欧米各国に出張。1926年10月、法術学校教頭に就任し、横須賀鎮次付付、羽黒グロ議委員長、艦長、伊勢艦長、軍令部出資、長戸艦長などを歴任。1931年12月、海軍省省に進級し、法術学校長に就任。第六戦隊司令官を経て、 1935年11月、海軍中将に進み、第1戦隊司令官となった。1936年6月、第3戦隊司令官に就任し、賃海陽光部司令官、軍令部出資を歴任し、1938年3月、予備役に編入。退役後は、日本工学工業取締役を務めた。1963年1月、 77歳で死去。ありがとうございます。